どうも、サッサンです。今年も早いことにもう11月に入ったということで、PS5 の発売までね、もう間もなくというところまで来ておりますけども、そのね、PS5 の発売に先駆けて、こちら、スティールシリーズさんから、アークティス 7P ワイヤレスっていうね、新型のゲーミングヘッドセットが、発売されるんですよ。これね、発売日が11月5日で、もう Amazon とかでね、予約が始まってるんですけども、これどういう製品かというと、この上のとこにね、プレイステーション5 and プレイステーション4って書いてますよね。まあ、主には、プレイステーション5用に開発されたというような、ヘッドセットでございます。まあ、まだね、発売前なんで PS5 が、当然ね、うちにないんですけども、このヘッドセットは、PC とか、スマホ、Nintendo Switch でも使うことができるので、まあ、今回ね、PC でどんな感じかっていうのを試してみたいなと思います。ディディーン、ということで早速開封していきたいんですけど、まずね、この本体のデザイン、パッケージからわかるんですけど、もうめちゃめちゃ PS5 意識してね、あと一応裏見ると、まあモバイルでも使えるっていうことを、アピールされてるみたいですね。はい、じゃあいきます。おー、ペン、よいしょ。あ、中身がこうスライド式ですね。じゃあこっちもいきます。よいしょ。おー、来ました。この白と青の組み合わせね、もう PS5 とめちゃめちゃなんか横とかに置いとくとマッチしそうなんですけど、はい、こんな感じですね。ちょっと詳しく見ていきたいんですけど、まずヘッドバンド外側っていうか、ヘッドバンドをこうぐるっと一周ね、なんかゴムバンドみたいなやつが、まかさってるような感じ。まかさってるって標準語合ってるかな、ちょっとわかんないけど、これはですね、既存のアークティス5とか7とかとまあ同じような感じなんだと思います。そしてヘッドバンドのこの内側、この部分は、アルミなのかな、金属製で、触るとひんやりしてますね。で、ヘッドバンドの内側にね、こういう青いやつがついてるんですけど、これはね、なんかシリコンっていうかゴムっていうか、まあそういうね、パッドみたいなやつがこう内側にくっついてるっていう感じですね。で、このアークティス 7P っていうか、アークティスシリーズの、5とか7とかはですね、このヘッドバンドの伸縮っていうのができなくて、このね、バンドで調整するような感じになってるみたいで、ここにですね、マジックテープで固定されてるので、まあこれを緩めたりとか、まあ、ちょっときつくしたりして、調整するっていう感じなんだと思います。はい、そしてですね、このイヤーカップも見ていきたいんですけど、こっちが左側。まずね、マイクちょっと出てるんですけど、これは格納式になってて、まあ、着脱とかはできないんですけど、使んないときはこうやってね、中に収納しておけると。そして後ろから見ていくと、これがマイクミュートボタン、そしてその下のボリュームっていうのが耳に聞こえるボリュームを、大きくしたり小さくしたりするためのダイヤル。これはね、ある程度回すと止まるようになってます。そしてその下なんですけど、この端子、これがですね、付属のケーブルで有線で接続するためのもので、こっちがね、なんかちょっとわかんないな、これ何なんだろうな。今説明書見てみたんですけど、この端子はね、ヘッドホン共有ジャックっていう風に書いてあるので、まあ AUX みたいな感じで使えるのかもしれないですね。これも後で試してみたいと思います。そしてその手前側にあるやつがマイクロ USB 端子、充電用の端子ですね。これ残念だな。これ USB Type-C にしてほしかったな。 PS5 の充電端子はもう USB Type-C になってるので、これもね、 Type-C だったら、ケーブルね、共用できて、絶対便利なはずなんですけど、まあこれコストかかるってことなのかな。そんな何百円とかだったらね、Type-C とかにしてほしかったですけどね。はい、でこっちがイヤーカップ右側なんですけど、まずこれがね、電源ボタンですね。そしてその後ろにあるのが、サイドトーンのダイヤルですね。これちょっと珍しいね。サイドトーンっていうのは、このね、マイクで話した音声、これがボイスチャット相手に聞こえるっていうのは当然なんですけど、サイドトーンを有効にすると、このね、スピーカードライバーから自分の声もね、リアルタイムで聞くことができるので、まあ自分の、なんだろうな、話してる音声を、まあ確認しやすいっていう感じですね。密閉型だとどうしてもね、こう自分が何言ってるかわかんなくなりやすいので、ゲームもでかいし、まあそういう時にね、使う機能になってます。はい、じゃあ付属品ちゃちゃっと確認しちゃいたいんですけど、まずクイックガイド関連。で、これがワイヤレス接続用の USB ドングル。端子が USB Type-C になってるので、PS5、Nintendo Switch。あとはね、こういうスマホにもそのまま接続することができます。PS4 で使いたいっていう場合には、こういうね、変換のケーブルもついてきてるので、まあこれを使うと一般的な USB Type-A 端子に変換して使うこともできます。はい、で、これが充電用のマイクロ USB ケーブル。で、最後、有線で使うためのケーブルもついてます。
はい、じゃあヘッドセットの重さもね、測ってみたいと思います。ちょっと持った感じは重そうな感じあるな。353g なので、まあ、ワイヤレスヘッドセットとしては、普通もしくはやや重めな部類に入るんじゃないかなと思います。はい、それではこちら、アークティス 7P。付け心地がどうなのかっていうのをね、ちょっとつけて確認してみたいと思います。はい、こんな感じですね。俺ね、頭でかいので、ちょっと普通につけられるか不安だったんですけど、まあ、全然問題ないですね。で、側圧は、まあ、やや緩めかな。普通から緩めぐらいで、結構ね、いい感じですね。本体が 350g 以上あって、ちょっと重いので、まあ、長時間つけてるとね、まあ、また変わってくるかもしれないですけど、今のところはね、なんかいい感じですね。で、右から見るとこんな感じ。はい、こっちが左です。で、マイクの位置もですね、これ自由に曲がるようになってるので、まあ好きなところにね、調整することができますね。で、イヤーパッドもすごいいいな、これ。これメッシュ素材でかなり肌触りはいいし、結構ね、ふかふかしてますね。メッシュ素材は通気性がいいので、まあ今の時期だったらあんま関係ないと思いますけど、夏場とかはね、蒸れにくいので、こういうメッシュ素材の方がいいとされてるみたいです。はい、次なんですけど、アークティス 7P ワイヤレスを USB ドングル経由で PC に接続して、設定ソフトのスティールシリーズエンジン3起動してみました。PS5 とか PS4 向けの製品なので、まあこれね、設定ソフト対応してるかどうかちょっと不安だったんですけど、開いてみたらね、一応対応はしてるみたいですね。じゃあ細かい設定見てみたいんですけど、こんな感じですね、設定画面が。まず、スピーカードライバーのイコライザーを変更することができて、デフォルトだとカスタムという風になってるんですけど、もちろんね、もともと用意されてるやつも、いろいろ選ぶことができて、例えばフラット一緒だな、これ。続いてパフォーマンス、パフォーマンスっていうのは低音がちょっと低めで、まあ、高に行くにつれてちょっと高くなっているみたいな感じ。次がイマージョン、これはね、低音がちょっと持ち上げられてるという感じですかね。エンターテイメントは低音と高音が、ちょっと持ち上げられてると。そしてミュージック、まあこれはね、低音が少し高め、中音域が、少し低めで、高音がまた高めっていう感じで、最後ボイスっていうのが、低音がちょっと低くて高音がね結構高くなってるっていう感じですね。それと電源ボタンにマルチメディアコントロールっていう機能も割り当てられてたみたいで、例えばですね、1回押しで、音声通話の応答終了、これね多分スマホで使ってる時っていうことだと思います。そして通話とか関係ない時は、音楽の再生停止、そして2回押しで曲送り、3回押しで曲戻しみたいな感じになってるみたいです。ちょっと残念なんですけど、このアークティス 7P はヘッドセットの機能としてバーチャルサラウンドとかには対応してないらしいです。PS5 に接続すると PS5 側の、テンペスト 3D オーディオという機能はもちろん使うことっていうのはできるんですけど、まあそれ以外の、例えば PC に接続した場合とか、バーチャルサラウンドを使うってことはできないみたいですね。はい、続いてアークティス 7P のマイク音質も試してみたいんですけど、今は撮影してるソニーの α7 S3 に接続してる外部マイクで音声を収録してます。そのマイクからこのアークティス 7P のマイクに切り替えたいと思います。はい、切り替えました。どんな感じでしょうか。ちなみにこのアークティス 7P は現在 PC に付属の USB ドングルで接続してるっていう感じですね。すると、こんな感じの音質でございます。ワイヤレスヘッドセットってどうしてもね、マイク音質があんま良くない傾向にあるんですよ。このスティールシリーズ製品だけじゃなくて、他社製品でもワイヤレスだと、まあ、どうしてもね、マイク音質を、高音質にするのが難しいみたいなので、まあ、有線の方がね、多分高音質になると思うので、この後有線でも試してみたいと思います。これがアークティス 7P を PC に付属の USB ドングルで接続した場合の、音質でございました。はい、続いてアークティス 7P 付属のケーブルを使ってヤマハのオーディオインターフェース AG03 に有線で接続してます。するとこんな感じの音質になります。まあ先ほどはね、ワイヤレスだったのでちょっと音質的に不利だったかもしれませんけど、有線の場合は、こんな感じの音質になります。先ほどと比べると、どんな感じになってますでしょうか。はい、それではですね、自分でも今収録した音声っていうのを聞き比べてみたいなと思います。はい、ということでこちらアークティス 7P のマイク音質、自分でも聞いてみたんですけど、まあ、やっぱり、ね、予想してた通りワイヤレスの場合はですね、音質それなりなのかなと思いました。さっきも言ったんですけど、この製品とか、スティールシリーズ製品が悪いっていうよりは、ワイヤレス製品全般がね、マイク音質そんなによくしづらいんだと思うんですよ。で、有線で接続した場合はね、すごい高音質だったので、まあそこはね、まあちょっと残念というか、まあ、ワイヤレスってそういうもんだと思うんで、まあそこはね、ワイヤレス
ヤレスの快適性とトレードオフになるのかなとは思います。はい、じゃあ最後にですね、このヘッドセットを使って PC 版 APEX、やってみて最後に感想を話して終わりにしたいなと思います。はい、というわけで PC 版 APEX やっていきたいと思います。今これの話してるマイク、これもね、アークティス 7P なので、まあ実際ゲームやってる時のね、音声の参考というか、あとマウスとキーボードの音もね、どんぐらい入るかっていうのを、まあ一応ね、参考にしていただけたらなと思うんですけども、来てませんね。航空行ってますね。なんか今回もう装備いいわ。これワンチャンあるな。もう結構ゲームやってるんですけど、この試合ワンチャンあるわ。やってる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 。やってる。行こうぜ。近近近。もういるわ。あー、外していく。え、なんか2人に食らったんだけど。当たってねんかいそれ。あー、死ん、やば。オッケー。あーっと、俺に任せろ。っていうか一人、あれなんなん、そんなわけないか。やば、やばすぎー。あ、やば。俺、うわ、ああ近か。は、めっちゃ当ててくるやん。ていうかアンチがやべえ。なんかいるな、近いな。これ行っちゃおう、これ行っちゃおう。うわー、きついな。あぶね。あ、やりやっ、あれっすか。オッケー、焼けてるぞ。これ下もいいんだよな。ナイスナイスナイス。まだいるぞ、まだいるよ。あー、無理か。いやー、二人起きてんじゃん、しかも。これいけんじゃね？折れない。すまんす。うわ。どこだ？あれ、いねえ。全部偽物だったわ。ナイスナイスナイス。あとどれ？あ、下か。オッケー、ナイス。意外といるな、6部隊か。行っちゃおうぜ。アンチ界だな。これチャンスすぎん？え？全然来ないやん。あ、いた。アンチに飲まれて死ぬがいい。え、なんで一人すっごい死んだの。
イエーイ。クレーバー決まっていく。ちょっとエネアも誰も持ってないの。やり合ってくれ。ナイスナイス、やり合ってくれ。あー、ガス押しが死ぬぞ。ええー、ガス押しじゃねえか、しかも。ナイス、格差入れろ。よし、ナイス。あ、やば。あ、やば。あー、やばいなこれ。トップ系。あー、やべえ。ごめん、起こせないわ。これきついかな。うわ、やば。あ、やべ。あー、やば。あー、うっそ、ごめん、ミスった。いやー、きついなーこれ。いった。あー、どんまい、ごめん。くっそ、めっちゃミスったわ。申し訳ねー。いい人でしたわ、君たち。はい、ということで、こちら、スティールシリーズのアークティス 7P を使って、PC 版 APEX やってみたんですけども、まずね、付け心地から言うとですね、重さはある程度あるんですけど、速圧がちょうどいい感じで、今ね、1時間半ぐらいゲームやってみたんですけど、まあ、全然ね、疲れるとかは、個人的にはなかったですね。まあ、ただ、重いのが苦手な人っていうのはちょっと注意した方が、いいのかもしれないです。続いて音質についてなんですけど、これね、すごい良かった。スティールシリーズのヘッドセットはすごいね、前々から評判いいんですけど、今までね、俺あんま使ったことなかったんですよ。で、今回使ってみたらすごい音いいなと思いました。音の傾向としては低音がね、強すぎるっていう感じでもなくて、まあ、中音域、高音域と、バランスが良くて、で、全体的にすごいクリアで、音の広がりも感じられて、PC では残念ながらバーチャルサラウンド対応してないんですけど、普通にね、ステレオで使う分には音の定位かなりいいなと思いました。まあ、このヘッドセットの購入を検討されている方は、おそらく PS5 で使おうというふうに思っている方が、まあ、多いんじゃないかと思うので、今回の PC の使用感っていうのは、ぶっちゃけあんま参考にならないかもしれないんですけど、PS5 で使う場合はね、テンペスト 3D オーディオ使えるので、まあ、さらにね、音の定位とか良くなるんじゃないかなとは思います。そしてですね、さっきちょっとよくわかんなかった、ここの端子なんですけど、これ試してみたら、やっぱ AUX 端子みたいな感じで、この USB ドングルを使ってPC とか PS5 に接続したとして、こっちのね AUX を使うと、まあ、スマホで音楽かけることとか、まあ、そういう感じで使うことができるし、あとはですね、付属の有線ケーブルで Arctis 7P とスマホをつないで、まあ、例えばね、スマホのディスコードを使いながら、こっちのね AUX で Nintendo Switch の音を聞きながら、ボイスチャットしてゲームするみたいな、そういう感じの使い方もね、できるので、まあ、PS5 向けっていうのはそうなんですけど、Nintendo Switch とかでもね、全然便利に使えるんじゃないかなと思います。もうすでにアークティス 7P の予約は開始されてますので、動画の概要欄に Amazon の予約ページ貼り付けておきますので、気になった方ぜひチェックしてみてください。というわけで今回以上なんですけども、私サスさん、このメインチャンネルの他にゲーム実況チャンネル、サブチャンネル、ミルダム、ブログ、ツイッターやっておりますので、よろしければそちらの登録やフォローの方もぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。